こんにちは。ラフテーやっていきます。今日はですね、どこぞの YouTube に見たんですけど、養鶏場を撮ってみようかと思って、この辺に養鶏場。鶏の卵だけ取るやつですね。ちょっと試しにやってみたいと思います。材木と釘がいりますね、釘。このままでもいいような気がしますけども。結構卵溜まってきましたよ。こうして。ここ。これいらねえか。どんなんだっけ？忘れちゃって。あれを作らないと。これ。すごいたくさんできるじゃん。木がない？こうして。こうして。これいらんか。どうなるこれ。こう。んで、これを使って、こんな感じ？いいじゃん。登りにいいじゃん。横っちょも使って、これいるか。もうちょっと上？こんな感じ？こうして。こんな感じ。これを、こうして。こんな感じ。どうすか、これで。できたかしら。水がこれ、来てるじゃん。そうすると、コケコッコ、卵やってくれるじゃん。はい。出ないと、出てないか。大丈夫ですかね。で、この卵は下に落ちるという、そういう、養鶏場方式。もう一匹取ってくるか。今、鶏3匹いるから。ちゃんとまず食ってくれるかどうかわかんない。ごそっと一回下がりますね、これね、下に。
はい、来ました。来ましたよ。卵が。拾う。おお、次が次。取りづらい。次の目標はこの、ご飯を食べてくれないと。これご飯が足りないと、首を。ああ、食った食った。よしよし。食べましたね、ご飯。で、あとはもう水を。まあ、とりあえず手動ですけど、スプリンクラーね、置いてしまえば、どこに置きゃいいか知らんけど、このど真ん中でいいんじゃない？スプリンクラー。もう一列個人できそうだし、結構な場所を食いますね、これね。もう食べてる食べてる。素晴らしいではないか。水がめんどくせえ。スプリンクル置いてみるか。せっかくだから。ここにあろう。うん、産んでるし。スプリンクラー、どう？ここに置ける。いいんじゃない？水を持ってきて。これで OK？で、あと、バッテリー一つ余っている。あれ？なんで水撒いてんの？あなた。こっちにないよね。お、キューブ。キューブ溜まってきてる。これでも自動的に、これはいらないよね。この一本が。取りづらいったらやしねえし。こう？そう、なんか、あった。はいよ。ここ、横の、横に、こう前に出てくるような、そういうシステムでも。作りますか？いいか。めんどっちいし。あと、ご飯、水。以上ですね。以上で。養鶏場自動卵製造装置が完了しました。やり方出してくれた YouTuber さんに感謝です。これいりますね、卵入れが。これも拾って、水が必要です。なんで足りなくなったってことですか？
水筒もう一つ作って水を置いとこうか。こうね、こういう風に。いいか。これで。この柱はいらないんで、これを外しましょう、後でね。今、外すか。ご飯食べたし。これで取りやすいし。あともう一段こっちにできますよね。でも卵は取れない？鶏はこれ丹波3つに鶏3羽だから、効率はまあまあなのかしら？でいいよね。はい、卵ありがとうございます。ちょっと色塗りたいところですけど、まあ今日はいいとしましょう。じゃあそろそろこの辺でありがとうございました。